国鉄 C11 系蒸気機関車は日本国有鉄道の前身である鉄道省が1932年に設計した加熱式のタンク式蒸気機関車である老朽化した主従雑多な支線区間運転用機関車群の代替用として1930年に設計された C10 系の改良増備機として設計・製造された軸配置 1C2 の 小型タンク式蒸気機関車である。1920年代の国鉄では、第一次世界大戦終結後の日本経済の低迷と、特に都市部での並行施設線や自動車の台頭などの事情から、旅客、貨物輸送ともに輸送単位の縮小や列車運行回数の高頻度化が求められるようになっていた。そこで、その要請に応えるべく、 C51 型や C53 型といった大型製式蒸気機関車の申請投入で余剰となった6200型などの鉄道国有改善に製造された軸配置2バイトのテンダー式蒸気機関車を改造した軸配置2バイト1などのタンク式蒸気機関車を支線区運用や都市部の区間運転などに充てることとした。 だが、それらの車両は改造の時点で製造からすでに20年前後が経過しており、改造1 0年を経ずして老朽化のために、旧車扱いとなる車両が発生するなど、その状態は思わしくなかった。また、主車の形式が手術だったで、構造や交換部品の仕様などが完全には統一されておらず、保守作業の規格化という観点からも望ましくなかった。都市部での旅客列車の高頻度、 高速運転については、当時地方私鉄を中心に実用化が進みつつあったガソリンカーなどの内燃機関を動力とする機動車も選択肢の一つであり、1929年には鉄道省発の正式ガソリン動車であるキハ二五船型が製造されている。だが、これは搭載機関出力の比率差や設計面での未熟などが重なって、 これらの老朽タンク機関車による旅客列車を代替するには全く不十分なものであった。そこで正式テンダー機関車では当時最も小型であった C50 型を基本としつつ、四川区の輸送需要を考慮して一回り小型化し、炭水を無補給で 50km から 60km 程度の距離を走行可能とする石炭庫と水タンクの搭載、それに、 それらの重量の変化による同軸重の変化を抑制するために二軸受台車を付加する形で国鉄としては1917年の4110経済収蔵備グループ以来13年ぶりとなる新設計の正式タンク機関車が作られることとなったその先駆けとなったのは鉄道省の島秀夫主務設計者として鉄道省国内機関車メーカー各社によって 共同設計され、1930年に製造された C10 系である。これは、主として都市部に廃棄された。だが、この C10 型は、性能面ではおおむね満足な成績が得られたものの、受大者を二軸台車としたにもかかわらず、同軸重が13トンを超過し、軸重制限の厳しい平線以下の四線区への投入には適さないという問題があった。 そこでこの新型タンク機関車の本格量産にあたって C10 型に続き1931年に設計された C54 型で得られたノウハウを盛り込んで設計をさらに見直し特に薄鋼板部品の接合によりから実用化が急速に進みつつあった電気溶接を採用するなど新技術を積極的に導入して軽量化を図ることで 同軸銃を十三トン以下に抑えることとなった。この新型機関車は C10 系の続版として c 十一型という形式が与えられ c 1型に引き続き島秀夫、主務設計者として設計作業が行われた c 十一七十五運転席倉吉線、鉄道記念館本形式では水タンク、石炭庫、運転室など薄鋼板を使用する部分について 構造の見直しと工作法の工夫が行われ、これにより運転整備重量を C10 経費で約5%の削減となる66.05トン、同軸重で最大12.5トンの範囲内に収め、C10 型と比較して入線可能線区を大幅に拡大することに成功した。本形式は、 不況期の輸送需要減少を背景として開発された機種であるがコンパクトで使い勝手が良く、戦時中に貨物輸送能力の増強用として、四川区を中心に投入されたこともあり、その総数が381両に達するという国鉄近代型正式蒸気機関車の中でも有数の成功策となった。また、その設計で得られた知見は C54 型の後継機種となる。 C55 系の設計にフィードバックされ、国鉄最後の新設計正式蒸気機関車となった E10 型まで引き継がれており、その面でも大きな成功を収めた形式である。C50 系のものより、ボイラバレル系をやや太く、そして全長を短く再設計した二感動構成の加熱式ボイラーを肉厚圧圧縁鋼板を切り抜いて加工、組み立てした主題枠に搭載する。 ボイラーのひどこ面積は1.6平方メートルで、基本となった C50 系のものより若干小さいが、ほぼ同等の面積を確保した。加熱器は C10 型と同じ4段構成であるが、最上段を4列、それ以外を6列としていた、同形式とは異なり、4段とも6列構成として、性能向上を図った。シリンダ構成は、一般的な短式に寄 便装置は鉄道省で標準的に採用されていたワルシャート式で動輪系は総重量ボイラー寸法などから8620型や C50 型などで採用されていた 1600mm より5%小さい 1520mm とされた仙台車の復元装置は C50 型で初採用されたエコノミー式が踏襲され受大車は 外側軸受け指示による釣り合い量式二軸、ボギー台車を備える。1932年から1947年までの16年間に381両が、汽車製造会社、川崎車両、日立製作所、日本車両製造の各社により生産された。生産時期によって1から4時までのバリエーションがある。C10 型に比べると溶接部分が多く、 ボイラーの加熱器が C10 型と比較して2機増強され、除、煙板が装備されているなどの特徴がある。また、民間向けに製造されたものも少なくなく、11社へ計20両が納入されているが、いずれもおおむね同時期の国鉄向きに順じた仕様となっている。C111C11292 製造年次ごとの番号と、両数は次の通りである。 製造処別の番号と、量数は次の通りである。前日の通り、内地、外地合わせて11社へ20両が納入されている。C11-289 牽引貨物列車ただみ線、合図ひばる合図製法1973年9月、最初は主に、西日本の都市近郊や主要支線で使用された。近畿地方の快速列車を牽引した際には、 特急と張り合う瞬足ぶりを発揮した。やがて活躍の場を広げて、ほぼ全国各地に配属され、主にローカル線の列車牽引に使用された。機動車が普及するにつれて余剰となり始め、1960年頃から少しずつ廃車が出たが、貨物列車用や入れ替え用として、蒸気機関車の末期まで数多く残った。本形式による、 有等列車運用への重当例としては、現役時代も終わりに近づいた1965年10月から1968年9月にかけて、非前山口駅で、長崎発着編成と佐世保発着編成を分割併合して運行されていた、新大特急、桜の佐世保発着編成のうち、佐世保線、廃棄佐世保間 8.9km の牽引に抜擢されたのが、 最もよく知られている。これは、廃棄駅の立地と、校内配線の制約から、非前山口から廃棄を経て、佐世保に至るルートで、直通列車を運転する場合には列車を、廃棄で、スイッチバックさせる必要があったが、廃棄等の本向きである DD51 型を、同駅で着回しする、所要時間に比して、廃棄と佐世保の間の運転所要時間が短く、かといって、 桜の二重軽客車は、機関車を最高尾とした、推進運転に対応していなかったことから、機関車の付け替え時間の節減を図って当時、廃棄機関区に配置され、佐世保、大村の両線で運用されていた、本形式を廃棄佐世保間の牽引機に起用したものである。この 桜では1965年10月から1966年9月まで、自重軽減のため電動発電機とパンタグラフを撤去したカニ22型を正規電源車とする基本編成が、サセボ発着編成に割り当てられていたが、その後は、マヤ20系簡易電源車を含む付属編成に割り当て変更となっている。なお、ヘッドマークは、 本向きに装着されたままとなっていたため、本形式には基本的にヘッドマークは装着されないことになっていたが、実際には鉄道雑誌の取材などに応じた際に予備のマークを背面に装着したり、機関車を方向転換して正面向きにしてマークを装着して運転するなどのサービスをすることが時折あった。 1970年10月14日から1971年6月25日まで、向日ながら C1191 が、日立ポンパ号の先頭を飾り、全国各地の駅で展示された。胴体保存用を除く、本形式の払い下げは、おすべつ鉄道への3両とラサ工業都、工場専用鉄道への1両三井鉱山、内江専用鉄道への1両の、計五両が存在する。 おス別鉄道へは、C1165 が1961年、C11127 が1962年、C113 が1964年に、国鉄から払い下げられ、高和化鉄道からの C111、松尾鉱山鉄道からの C118 とともに5両体制で1970年の廃止まで貨物列車の牽引用に使用された。小型で、運転区を選ばず、 扱いやすいことや、比較的に維持費が安く済むことから2020年、現在、一両が運用を終了したものの日本の、動態保存中の蒸気機関車としては、最多の5両が各地で、保存運転を行っている。C11171C11171C11207 との十連運転1940年7月19日春工として、 川崎車両標語工場で製造された三次型の一両。同年7月28日に稲沢機関区に申請配置された。1941年10月25日に名古屋機関区に転属してからは中京圏で使用された。1942年2月14日に深川機関区。1944年4月19日に朱鞠内機関区。 1949年3月9日に、しべちゃきかん1953年8月15日に内機関区、ひこないきかんさらに1956年9月8日に、おしゃまんべきかんに転属し、廃車になるまで北海道で使用された。そして、1974年7月16日に、くしろきかんに転属し、1975年4月24日の、 無化まで貨物列車に使用された。同年6月25日付で廃車となり、同8月13日から渋谷町の桜町児童公園に生体保存されていた。しかし、1995年11月3日をもって C62 ニセコ号の運行を終了した JR 北海道からの要請で返還され、1998年11月27日に、 苗木工場にて、胴体復元工事が開始された。1999年4月8日に、品入れ式が行われ、同月21日付で、車席復活し、翌22日に、ルモイ本線で試運転を開始。同年5月1日に、同線、深川ルモイ間の SL スズラン号で営業運転を開始した。その後は、SL フラの美瑛号や、 SL 冬の出現号、SL 箱館尾沼号などの道内の蒸気機関車、牽引列車に使用されるようになった。なお、2020年現在は、SL 冬の出現号の運用で用いられているのみで、ある。また、この関係上、本機はそれまで所属していた旭川運転所から、常実の釧路運輸車両所に転属となった。JR 北海道の経営難により、 2021年度の検査期限を前に廃車も検討されたが、鉄道旅の魅力好きに不可欠として存続させることとなった。通常はボイラー保護を目的として、ディーゼル機関車による補助機関車を従えての運行形態が取られているが、SL 冬の出現後を通常運行時は放棄を連結することはあまりない。2012年3月12日に、 台湾鉄路管理局所属の CK124 と姉妹列車となった。臨時列車としての運転記録は以下の通り。c 1 c 1百9 0 c 1 1 9 0通常、使用おめし使用門鉄、レフ使用1940年9月11日竣工として、川崎車両兵庫工場で製造。C1171 と同じく三次型の一両。 同月中に仙台機関区に申請配置された。1941年3月31日に知りない機関区、1943年9月に廃棄機関区、1949年3月1日に今里機関区、さらに1950年10月15日に熊本機関区に転属し、九州地方で使用された。本機は、 熊本機関区時代に三角線、熊本三角間でおし列車を経引した経営機がある。1974年4月25日付で旧車、同年6月12日付で廃車となり、1977年に解体される予定であったが、熊本県八代市在住の個人に買い取られ、1978年より生態保存されていた。彼が復活を夢見て、 大切に保管していたことが大井川鉄道の関係者の目に留まった。2001年6月19日に保存場所から搬出され、翌20日に海上輸送で長洲港から出発し、23日に午前気候西布島に到着。翌24日に大井川鉄道へ搬入された。同年8月28日に同鉄道では c 十1 1 9 0復活プロジェクトが開始され、 同9月に胴体復元工事が開始された。2003年5月9日に塗装が完了した。外装は、戦術のおし列車牽引の功績を称え、ジョ・ケムリータに金色の車紋が取り付けられ、車体各所にステンレスによる縁取りがなされたお飯仕様のものとなった。復元にあたり、汽笛を含めていくつかの部品は愛好カらからの寄贈品で賄われた。 同年6月3日に、火入れ式が行われ、同月23日に試運転が開始された。同7月17.18日に募金者対象の試乗会が実施され、翌19日に営業運転を開始した。おめし仕様は2007年の検査で通常の仕様に一時戻されたが、2011年10月7から9日に開催される SL フェスタ2011。 および全国 SL サミットに合わせて、再びお召し仕様に戻された。同鉄道が、年一度に開催される、夜行運転、ナイトトレインの初柔灯は2008年で、この際にヘッドライト横にシールドビームによる、副灯が追加されている。その後は一時的に取り外されているが、現在副灯が追加されている状態とされている。なお、2009年9月9日に、 鉄道部品店ジャパレが主催とする団体列車銀河超特急999号の牽引機として充当された当日は TB アニメ版銀河鉄道39の999 99号を模した装飾を施して運転されている2016年イカロス出版蒸気機関車 EX との大井川鉄道 SL 復活運転40周年記念タイアップ企画として 当機に K-7 型のモンテツデフが期間限定として装着された。これは当機が現役時代旧州地区で活躍していたことにちなんでの企画だが当機自体はモンテツデフを装着された経歴は持ってはいない。2020年現在短期での経営は客車4両までが可能である。C11207C11207JR 北海道時代東部鉄道貸し出し跡南栗橋、車両管区構内市運転1941年12月26日春行として、日立製作所、笠戸工場で製造。蒸気2両と同じく3次型の1両。申請配置区は不明だが、1972年12月8日にお車満まき管区に転属するまでは、終戦直後より長らく、 静内機関区に配置され、日高本線で運用されていた。おしゃまんべ機関区時代は、瀬田ナ線の貨物列車などに使用されたが、同線の無縁化に伴い、1974年6月30日に、瀬田名線ナ線、SL さよなら列車に使用された。同年10月1日付で廃車となり、同11月19日より、静内町の山手公園に、生態保存されていた。 2000年3月3日に JR 北海道に返還され、同鉄道の内部工場へ搬入された。胴体復元工事を受け、同年9月30日付で復席し、10月7日より、函館本線、小樽ニセコ間の SL ニセコ号に使用されるようになった。復活1年目は、道林時空家の異常発熱が頻発して、満足に運用できなかった。そのため、 修理と調整を繰り返した末、翌年になって、ようやく安定稼働するようになった。以後は、C1171 の予備機という扱いで、SL ニセコ号のほか、SL 冬の出現号、SL 函館オヌマ号などにも使用され、時折 C1171 との重連運転も実施された。検査期限である2014年秋まで運用され、 同年11月の札幌小樽間での団体臨時列車を最後に道内での運用を終了した。上記の通り道輪の調子が依然緩和しくなかったことをはじめ、本機に対しての新型 ATS の設置が難しいこと、北海道旅客鉄道内での営業不振に伴う財政難易や機関士確保が難航したことなどの影響により、 同年以降は C11171 のみで運用されることになった。道内での運用を終了した C11207 については、東武鉄道が借り受け、2017年度より東武絹川線の開米地絹川温泉間で運行することになった。列車名称は SL 大樹。苗工場にて全般検査を施行の上、2016年8月12日に、 内部工場を出場、同月19日に南栗橋車両管区に入場、同年9月12日に火入れ式が行われた。その後、同区内にて新設された SL 研修庫にて同鉄道での運用のための改造工事が実施された。2017年8月10日に運行を開始した。主な改造店として一家が挙げられる。東部鉄道での改造店列車無線用。 アンテナ ATS 用ジャンパ連結機 ATS 車上し、内蔵スノープラウナを、本機は、ノームの多い線区で使用されていたため、全消灯左右上、煙板のステウ上に、各1機ずつ搭載する、カニ目、カニと呼ばれる非常に独特な外見となっている。臨時列車としての運転記録は、以下の通り。C11-2271942 年9月9日、春行として、 名古屋の日本車両製造本店で製造された。1975年11月22日に大井川鉄道へ入線。胴体復元工事を受け、1976年7月9日の SL 休行、川根路号運行開始で、胴体保存機としての営業運転を開始した。C11-325C11-325 東部遺跡後1946年3月28日竣行として、日本車両製造本店で製造された。四字型の後期製造グループに含まれ、戦時設計、戦時工程による大幅な簡素化が図られていた。そのため、現役当時は工作の容易化を図った角型の砂箱と蒸気ドーム大いを装着しており、竣行もしばらくはデフレクターも木製仕様であった。 同年4月に、茅ヶ崎機関区に申請配置され、相模線や南部線、入れ替えなどに用いられた。1967年3月には、米沢機関区に転属し、米坂線やアテラザー線で使用された。1972年、アテラザー線で蒸気機関車の運転が終了されるにあたり、本機が同年4月23日に SL さよなら列車を経営した。 翌5月に旧車となり、後に廃車となった。1973年に、新潟県水原町水原中学校へ無症状とされ、生態保存されることとなったため、同年5月15日に新月管区に転属した。1996年、C1266 により、SL 猛火を運転していた猛火鉄道が予備機として使用するため、 同年3月27日に、水原中学校から、同鉄道毛ー駅前へ移設された。1997年11月19日に、JR 東日本大宮工場へ入場し、翌1998年9月にかけて、胴体復元工事が行われた。この工事にあたり、一字型に倣って、特徴的であった角型ドームを、通常の丸型ドームに交換した。 同年9月25日付で、車席編入し、同10月8日に、猛火鉄道へ入線、同月9日に試運転が開始された。この際、C1266 との重連での試運転も幾度か行われた。なお、同14日に、本機の所有権が事業母体である、猛火市に取得され、猛火鉄道は、猛火市より本機を借り受けての運行とされた。 翌11月1日、全国の第三セクター鉄道によるふるさとレールフェスタに合わせて C1266 との10連で営業運転を開始した。その後はホームグラウンドであるモーカ鉄道での SL モーカの C1266 検査時の予備機及び10連運転用として使用されている。二千六年十二月点九日には本機の生誕六十年を記念して、 ナンバープレートを赤色に塗り替えて運転されている。また、2012年4月14.15日にも、桜の開花に合わせて、同じくナンバープレートをピンク色に塗り替えている。その他、外観の変異としては、2005年に全般検査を施行、出場した際には、デフレクターを加工して、バイパス弁点検窓が追加されているほか、汽笛の音調も微細ながら、 全般検査出場ごとに変化が見られている。しかし、SL の維持のために、多額の費用を要する上に利用客が減少しており、沿線地域で構成する、モー線 SL 運行協議会が負担する、赤字額が増加しているため、2018年5月に、モー市の市議会にて、本機の売却譲渡案が検討され、同8月末に本機を売却することが決定した。 これに伴い売却準備のため所有権を、芳賀地区広域行政事務組合に移譲し、2019年3月25日に入札が行われ、東武鉄道が約1億2000万円で応札した。本機は、同年12月1日のラストランを最後に、毛岡鉄道での運用を終え、同中旬に中間検査へを施行するために、大宮総合車両センターへ改装された。 この間に、東武鉄道との譲渡及び賃釈契約の締結を2020年3月に完了させ、7月30日をもって譲渡された。南栗橋車両管区にて、常日の C11-207 と同様の保安装置改造工事を施行し、2020年12月26日より営業運行が開始された。SLIZ ただ号 SL ただ線公用号、 SL シナノガーロマンまた本機は復元時に所有者であるもうかしと復元及び検査の委託担当となる JR 東日本との賃借契約を結んでおり2001年より JR 東日本管内での出張運転も開始した以下は本機の出張履歴である特急以外使用される客車はすべて高崎車両センターの旧型客車である復元後 C11123 と名乗ることになる南栗橋車両管区にて整備中の C1112018 年東武鉄道東武博物館2乗と2019年より胴体保存機として復元に着手2020年11月に東武鉄道が創立123周年を迎え SL 事業の転換期を迎えることとさらなる飛躍を車両番号で表現することを意味して C11123 と命名。元の車号は C111 号和歌鉄道をすべつ単行鉄道、釧路開発不当、廃車後は北海道江別市の個人の下で保管日本鉄道、保存協会東部鉄道大井川鉄道で C11312 が胴体保存されていた。1946年1月10日春行として、 日本車両製造本店で製造された四字型の一両であり、同形式においての初めての戦時設計使用機として登場。同年3月17日に仙台機関区に申請配置され、戦時設計使用からの改良工事を終えた後、1956年9月2日に会津若松機関区に転属してからは、ただ線、会津線、日中線の旅客、 貨物列車を牽引していた。1974年11月10日の日中線務演化により、1975年1月24日付で廃車となった。同年12月より30県松阪市のドライブイン荒竹で生体保存されていたが、伊勢自動車道西は滝インターチェンジの建設に伴い、同店舗が移転することとなった。これにより、 C11 系の増備を検討していた大井川鉄道へ1987年10月に譲渡された。1988年3月18日にドライブイン荒竹から搬出され、翌19日に同鉄道へ搬入された。4ヶ月間の動体復元工事を受け、同年7月20日に新金谷屋大火山間で短期試運転を行い、同月23日に 本機市11-227の10連で営業運転を開始した。ドライブイン荒竹での保存状態は比較的良好ではあったが、大枠関係の老朽化が激しく、動輪の軸焼けを起こすことが多かったため、2007年9月8日のさよなら運転をもって運用を終了。翌9日に再度廃車となった。それ以降は生体保存される予定であったが、部品取引機となり、 いくつもの部品を外された状態で、進化の野駅構外側線に留置されていた。その際、ボイラーは2008年の夏に C11-227 に移設されている。なお、C11-227 はボイラー移設の際、上部に取り付けられていた汽笛もそのまま転用されており、そのため現在の C11-227 は C11-312 の汽笛を推命して運転されている。 長らく部品取り機として無残な姿とされていたが、2020年11月12日に、新東名高速道路島田金谷インターチェンジ付近へ新設される交流拠点、角で大井川の SL 広場において、本機の生態保存展示が決定したことを受けて、2019年秋に復元工事が開始された。国鉄を代表する蒸気機関車の一つである C11 型は、 廃車後、全国各地で生体保存された。ありがとうございます。